久しぶりに髪の毛自分で巻きました。自分で巻くのはほんまに1年もっとか、1年ぶりぐらい。全然巻いてこなかった自分では。最近でも公園とかでも巻いてなかったですよね、多分。宿毛当ててたので、なんか当てへん方、あ、違う違う、あの巻かへん方がいいかなと思って全然巻いてなかった。今日はちょっとたまにはいいかなと思って。でも勇気やった。意外と巻けるもんやな。あのちょっと巻いてから時間経ってるから取れてきてるけど、なんか思ったより巻けました。前はって言っても全然だいぶ前なんですけど、あのうまく巻けなくてずっと、だから巻いてこなかったんですけど、自らを拒否ってたんですけど、なんかメイクさんのやつとか見てるからかな。女子力高めです。そう、最近高いんですよ。やっぱなんかあれやな、今度からメイクしてやろう。もうそろそろちゃんとメイクします。これから一生一生します。多分嘘ついてるけど今。ゆんちゃん髪の毛一部だけ染めたかな。いや全然染めてないです。真っ黒、真っ黒でもないんですけどね、もともとちょっと茶色いんですけど、染めてないです。まだ そのグラビア撮影があったので染めなかったんですよ、ずっとね。なんです、なんかいつ染めるのとかいっぱい言われてたんですけど、なんかグラビア終わるまではちょっとなね、なんか茶色ではやらない方がいいよっていうのはメンバーからも聞いてたので、だから染めてなくて、すごいバラが降ってくる。だからずっとこの色です。でもなんか女性のファンの方からとか、なんかみおんちゃんの髪色好きって言ってくださる方が多いんですけど、なんて注文しましたかとか来るんですけど、あの何も注文してもともとあの水泳7年間習ってたので、多少は多分茶色めなのかもなんですけど、なんかメイクさんとか美容室の方とかにも言われるんですけど、多分ちょっと茶色いんですよね。部屋室内におる時とかはそんなに真っ黒みたいな感じなんですけど、光とかに当たると目立つかな。焦げ茶ぐらいで頼んでもらったら
髪色になると思われます。真っ黒の、本当に髪の毛真っ黒の方はツートーンぐらい明るくしたいですとか言ったら、多分この髪色になると。水泳7年習ったら多分この色になる。一番時間と手間がかかる方法です。でもやめといた方がいい。学生の時生活指導の先生と言わし、ああえみょん、でもあんま言われ一回も言われたことないんですよね、茶色いって。なんかあれですよね、生活点検ってなんかあんまり馴染みない、なんか親には伝わらなかったんですよね。髪型、あと爪とか、まあ女子はスカート丈とか検査みたいなチェックみたいなのが高校であったんですけど、もう一回も引っかかったことないし、なんならもうめちゃくちゃ安全な生徒ぐらいの優等生でした。そんなでもね、茶色ってわけでもないので、本当に黒いですよ。多分照明とかでちょっと変わるかもしらんけど、めちゃくちゃなんか髪の毛真っ黒な人が横にいたら茶色く見えるぐらいなんで、黒いです。ミオンが美容室に電話できたら茶色くなってるかもしれない。ちょっと電話するのが苦手で、ずっとねできないんですよ。1ヶ月前に宿毛終わってたんで、まだねもうちょっとね時間かかるね。次は2、3ヶ月4ヶ月後とかかな、行くとしたら。おばめ取ったよ。お、嬉しい、ありがとうございます。いっぱい送りますね。うん、1000人超えたね。ありがとうございます。じゃあガールズセレクションのお話でもしよっかな。みょんちゃん今3階、今日は3階です。お風呂入るかなと思って。
1階です。お風呂1階なんで、いつもインスタライブとか1階でしてたんですけど、夜にね。でも親がお風呂入るかなと思って3階でしてます。ということで、今日から ガールズセレクションの投票が始まりました。今日からです。6月11日なので、そう、投票が始まって、いっぱい拡散します。お、ありがとうございます。48ライブズ、大文字で GS2021 今日から、あの、これ第2回なんですけど、48タイムズガールズコレクション、ガールズセレクション、ガール48タイムズガールズセレクション2021はあれだけか、ハッシュタグだけかっていうのが始まったんですけど、これ携帯の画面とか見せたらダメなんですよね。ガールセレクション、あ、2021か。一瞬。じゃあこんな感じの、ももっちとかが最近インスタとかツイッターとかで上げてるんですけど、ももっちも去年選ばれて、48グループの中から東チームと西チームですね、まあ住んでるところみたいな感じですに分かれて、それぞれの東チームと東ブロックか、東ブロック西ブロックの各2名合計4名が選ばれますっていう豪華リゾート旅行グラビアに出る権利をもらえますという戦い勝負なんですけど、
そのノミネートメンバーに選んでいただいてありがたいことに選んでいただきまして、その豪華リゾート旅行グラビアの権利を獲得できる投票があるんですよ。その投票が今日から始まりますということで、で今日から投票が始まって、で6日後今日合わせたら7日後になるのか、6月17日に中間発表があります。6月17日と6月30日と7月7日に中間発表があって、投票が7月11日で終了終わりです。で最終結果が出るのがその次の日の7月12日なんですけど、そう今回は今日から始まるということで宣伝しようと思いまして、今説明するの苦手なんであんまり伝わらないかもしれないんですけど、もしちょっとわからないなってわからないなって思ったら、あの私のツイッターの固定ツイートを見てくださると嬉しいです。とりあえず中間発表が17日にあるので、第1回目の1回目1回目の中間発表が17日にあるので、そこで上位をまずはね狙いたいなと思いまして、やっぱり中間発表ってすごく大事なので、それを見て投票しようって思ってくださる方もたくさんいると思うので、なんかギリギリに投票しようっていうよりかは最初から最後までガツガツ投票してくださると嬉しいなというふうに思っております。そしてですね、投票多分まだ今日初めて聞きましたっていう方もいると思うんですけど、何それみたいになってる方いると思うんですけど、大丈夫かな、中間大事ね。そうですね、やっぱ中間がなんなら一番大事かなというふうにも思ってますね。で、AKB 新聞さんの電子版、携帯で見れるバージョンみたいなのがあるんですけど、それはちょっとTwitter とか、あ、でも Google とかでもいいのか、何でもいいので調べていただいたらすぐポンって出てくると思います。まずその会員登録をしないといけなくて、会員登録をしていただいて、
月額会員さんとあと年間プレミアム会員選べるんですけど、どっちを選ぶかによってカッポイントっていうなんか購読ポイント、読者ポイントっていうのが、そのカッポイントで投票できるんですけど、そのもらえるカッポイントの数が変わってくるので今から説明しますね。AKB 新聞ってどんな記事見える？あ、AKB 新聞さんに掲載されてることかな。新聞あるじゃないですか、 AKB 新聞さん。あれ買いに、あれと多分ほぼ同じ内容かなと。携帯で見れるよっていう、ネットで見れるよっていうやつかな。で月額会員さんが1ヶ月ですね、1ヶ月購入みたいな感じのが495円で、全部税込みです。495円で10カッポイント付与されます皆さんに。で年間プレミアム会員の方が5940円で200カッポイント付与されます。で値段だけバーって今495円と5940円なんか言ったら絶対皆さん安い方買う買うと思うんですけど、あの1ヶ月と1年なので、もうそもそも規模が違うので年間の方がお得だし、お得だし200カッポイントも付与されるので投票が全然多分違うんですよね。カッポイントっていう購読ポイントです。その会員さんになっていただいたら読めるので、記事 AKB 新聞さんの記事が読めるので、その購読ポイントっていうのがあって、それがカッポイントっていう名前なだけです。200の方が絶対お得。そうですね、だから、まあ、6000円かかってしまうんですけど、できれば年間プレミアム会員さんになっていただいて投票、そうです、200カッポイントを投票していただきたいなというふうに思っております。このポイント数字が多ければ多いほど上位に行くので、年間プレミアム会員の方が順位が上に行きます。一応あの作ったんですけど、これをツイッターにも載せてるのでちょっと分かりにくいかな。私も一回 AKB 新聞さんに出させていただいて、ナナホと一緒にダブルリバーとして出させていただいて、今回は第2回ということで、多分いろんなファンの方が
に知れ渡ってるので、投票の仕方とかあとはその前回行ったグラビアをした人のファンの方とかが多分それぞれの推しのところにいっぱい投票するので、多分結構いろんな方がそれぞれにそれぞれのグループに人に投票するので、なんかそこで入ったら知名度も上がると思うし、絶対チャンスなので、まずはまず目標は17日の中間発表で1位を取りたいなというふうに思ってます。一つのアカウント一つの携帯でいっぱいその会員登録できるので、アカウント持てるので、あの一人200かポイントだけ投票みたいな感じじゃなくて、一人この年間になっていただかないといけないんですけど、でも一人まあ、言っちゃえば何ポイントでも何カポイントでも投票できちゃうので、ぜひちょっと余裕がある方はたくさんアカウント作っていただきたいなというふうに思います。私のツイッター固定ツイートにしてるので、このことをね固定ツイートにしてるので、ちょっと説明わかりにくいなとか文章文字で読みたいなっていう方はぜひ見てください。すぐ多分飛んだらいけるかな。と思います。そしてハッシュタグを決めたので、もうつぶやいてくださる方つぶやいてくださっている方もいるんですけど、まずはあのこのマストのハッシュタグっていうの全体のハッシュタグ、これも絶対あの入れててほしいなっていうのはあるんですけど、48 times で大文字で GS2021 です。これはもう全体のハッシュタグ共通のハッシュタグなので、これを編集部の方が見て何かあるかもしれないので、これも入れてください。そして私の作ったハッシュタグがハッシュタグミオンが1位取ったんでです。これも固定ツイートに載ってるので、この2つをつけて投票したよとか拡散宣伝とかしてくださると嬉しいです。あのあんまりいいねとか押せてないんですけど、本当にちゃんと毎日チェックしてるのでお願いします。
なんか正直私グラビア撮影シュプレさんでさせていただいたんですけど、まだ発表されてないじゃないですか。だからこっちもこんなんか撮影しましたまでは言えるんですけど、オフショットとか公開することができなくて、やっぱでもそれは結構不利だなというふうに思うんですけど、なんかでもそんな関係ないので、うん、しかも久しぶりにこう皆さんと一緒になんか相株みたいな感じで、なんて言うやろ、なんか相株の感覚誰が1位になるか2位になるかとか、誰がいけるかいけないかとかもまあ分からないので、うん、いい意味で誰この子っていう風にミョンを知らない方からなっていただけたら嬉しいなという風に思うし、そうですね、やっぱりあんまり、なんて言うのかな、自分で言うのもなんですけど、恵まれてる環境ではないかもしれないですね、メンバー全体から見たら。私はだからこそこういうので広まっていかないと、もうすぐ6年になるので、もうグラビアできる年なので、なんかもっと私の実力不足だったりとか、運が悪かったり努力が足りなかったり、チャンスをものにできてないっていうのもあるかもしれないんですけど、こういうところで、こういう場でもう目立ちたいなというふうに思いますし、なんか皆さんとファンの方と一緒に何かこう達成したくて、私はだからファンの方を悲しい思いにはさせないし、させたことないし、悔しい思いは多分いっぱいさせちゃってるかもしれないんですけど、なんか、ああって思わせたことは私はないと思ってるので、だからファンの方を
味方につけて、私のファンじゃない方もたくさん協力してくださってて、もうすでにそれはすごく嬉しいなと思うので、この調子でいっぱいファンの方を巻き込んでいい結果になればいいなと思ってます。なんかこういう時期だからこそ協力し合いたいなというふうに思ってるので、なんか頑張ってねじゃなくて、頑張りましょうっていう、一緒に頑張りましょうっていう気持ちで皆さんもやっていただきたいなというふうに思います。と自分の口でこう伝えるのは苦手なんですけど伝わってるよ、よかった。いっぱいなんか私もツイートとかするので、それをリツイートしてくださったり、いいねしてくださったりとか、あとはさっきのハッシュタグ、ニコのハッシュタグをつけてくださったりとか、していただくと嬉しいです。あとはまあちょっとあんまり絶対プレミアム会員になってくださいとは私の口からは言えないんですけど、やっぱり皆さんの、環境だったりとかもあると思うので、年齢だったりとかもあると思うので言えないんですけど、全然あの月額でも本当に無理はしないでほしくて、なんか月額の方がいっぱいいれば、それはもう200にも行くし300にも行くし、なのでなんか本当に無理はしないでいただきたいんですけど、でもちょっと余裕がある方とかは年間の方が嬉しいなという思いますし、なんか5期のファンの方とかも巻き込んでいけたらいいなというふうに思うので、それは多分ファンの方同士の方が言いやすい情報とかもあるかもしれないので、それはちょっと協力していただきたいなというふうに思います。このショールームを見てない方とか、まだそもそもこれを知らない方とかも絶対いると思うので、なんかこういうやつなんだけどっていうのをファンの方同士で共有し合ったりとか、なんかこうやって投票するんだよとか、なんか月額がいくらで年間がいくらで10カポイントと200カポイントもらえるよとか、そういうのもなんか共有していっていただけるとすごく助かります。
ちょっと NMB は課金ゲーに弱いって言われてるんですけどまあでも皆さんならやってくれるだろうという願いを込めて なんかお話し会とかもあるので、もしかしたらちょっと無理させちゃってるかもしれないんですけど、今は頑張り時かなというふうに思っていただけると嬉しいです。たくさん持ってるか大丈夫ありがとうございます。私は西ブロック、西チーム、西ブロックなので間違いなく結構メンバー強いので全体的に強いからこそ上に行けたらすごいなって思うので、西ブロックとか東ブロックとか言ってるんですけど、その中での個人戦なので、東ブロックの方とはあの敵ではないんですけど、各ブロックの1、2なので、エイトもいたっけ、エイトさんもいます、それぞれで。NMB と、STU さんと HKT さんとエイトさん、
でそれぞれが5人ずつぐらい。結構いますね、人数的には。なので多分余計大変かもしれないんですけど、トップページにガールズセレクションの記事があるのでそこから投票できます。お、ありがとうございますらしいです。たくさんの方が投票してくださると嬉しいなと思うので、歌のレッスンはどこ鍛えてるの？歌のレッスンは完全に独学なのでなんか合ってるかわかんないんですけど、なんか腹式呼吸とか、あとは歌うまい方の人歌うまい方の動画をめっちゃ見たりして、なんかなんとなくこういう声の出し方してるのかなとか、あとは歌のその方の癖とか結構調べてっていうか、まあ、自分で分かる範囲にはなるんですけどやって、なんか高音は伸ばせるらしいので出せるようになるから、で下は下がらないけど上は上がるようになるらしいので、めっちゃ見て、なんかその人の声真似すると思って出したら出たりします。そういうのでだんだん音域を広げていってます。でも低いのが全然出なくて、いや出るんですけど出なくて、いつも
大阪ダムシーの公演の時とか、母校とかの母校の2 A メロとか2番の A メロとかの追っかけとか全然出てない。今までって全然出てないから僕を似合うって言ってくださる方いて、たくさんいて嬉しい。でもともと多分そんなに地声は低いんですよね。めっちゃでもなんか最近特に音楽のことについてちょっと勉強してます。私はでも声が太くないので、なんか一人で歌うには向いてない声量じゃなくて元々の声質の問題ですね。なんかでも音楽を勉強したから、ちょっと勉強したからなんかちょっとずつ分かるようになってきて楽しいです。なんか曲聴くのが専属のボイトレたらないですね。でも多分普通に通ってる人もいると思います。あのなんていうんだ、専属の先生みたい、NMB 専属はいないんですけど、習い事みたいな感覚で行ってるメンバーも多分いると思います。私はでも行ってないです。でもなんか YouTube とかは見てます。
ボイトレの。でもなんか気持ち込めて歌うとかが結構苦手で、まあまあ音重視なので、私は音の方が大事だってなっちゃうので、プラメ1日どれぐらいですか？ 2 通ぐらいですね。平均2通とかです。多分3通ぐらい。2通、最低2通は送るように心がけてます。でもなんかたまに送ったつもりでいる時もある。じゃあまたカムイライブやってほしいな。やりたい、私もやりたいんです。もう出来上がってるんですよ、本当は。セットリストもある程度もう本編は出来上がった。でもなんか今やっちゃうとなんかね違うんよね。今踊りながら歌えるのがすごい。でもそれがアイドルだから。なんか私の歌うまいっていう定義がなんかバラード歌えるとかじゃなくて、踊りながらブレずに歌うっていうのが一番の歌うまいだと思うから、だから何かコンサートとか歌うま選抜とか何か一回選んでいただいたことがあるんですけど、何か本当はバラード系じゃなくてがっつり踊る曲が良かった。安定感
が一番ある人になりたいです。歌いながら踊りながらっていうので、無理したいって言っていいよっていうノリでもない。そうですね。なんか初めて冠ライブした時の歓声が忘れられへんくて、なんかね、それ聞きたいから、聞きたいし、でもなんか声出せないからこそ、ファンの方が声出せないからこそ、なんか自分の好きな曲を歌える場でもあるじゃないですか。これめっちゃ難しくて、なんかコールできる時に一回やってしまってるから、なんかまたそのコールは聞きたいけど、知らん曲が出た時のファンの方の戸惑いっていうのもすごくやっぱ分かった。やっててなんかあんまりこの曲知らんなとか、やっぱ NMB の曲以外は知らない方が多い、ちょっと昔の曲とか、違うグループさんの曲とかって知らない方が多いので、なんか戸惑ってるのが分かったんですね、一回やった時に。だから声出せない時にその曲をバーって知らない、なんかちょっと昔の曲とか皆さんが知らなさそうな曲とかをバーってやっちゃった方がいいのかなとも思ってるんですけど、なんかそこはちょっと悩みどころでも、今じゃないのは今じゃない、なんか曲の感じとかが今じゃないので、もうちょっと待ってください。卒業とかじゃなくて、そう、卒業って言われるのも嫌やし、なんかもうちょっと待ってほしい。なんかコールが少なくて嫌って言いたいわけじゃなくて、なんかそういうのも分かったからっていう話ですよ。結構ね大変なんですよ前が結構急すぎて、いろいろ前の冠ライブの時が、資料が届くのが遅くて、これが結構トラウマなので、先に練習しといた方がいいかも。
あの冠ライブ、みおんちゃんが知らない曲何個あった？え、全部だってみおんが全部提示してるからあれ、うん、全部知ってました。でもなんか振りとか歌詞とかそういうのは分からんかったけど、分からないやつもあったけど、全部ね知ってましたよ。自分じゃ聞けないけどねめっちゃなんか自分の声あんまり好きじゃないので、しかもめっちゃ緊張してるからめっちゃ声震えてるし、なんか自分でな苦手なんですよね。しかも自分一人しか出てないじゃないですか。まあ小島も出てるけど、出てくれたんですけど、なんかほとんど自分一人でステージ占領してずっと歌って、なんか恥ずかしくて見れない。通り、昨日はちょっと質問コーナーしてたね、ストーリーで、インスタの。結構ね好きなんですよ、質問コーナーとかお悩み相談とか。まあまあな頻度でやってる多分でもいつやったとか忘れちゃうんですよね。なんかストーリーってさ24時間でさ消えちゃうじゃないですか。だからさ前いつやったっけと思って、でもなんか最近は最近分かってるんですけど、なんかやりたいなって思った時にパッてやっちゃうから多分結構楽しい。お悩みコーナーとか私結構好きなんですよね。数学のもしで2点取ったのいつやったっけ。もしやから中2とかかな。でも、もしやからなんか受けんくてもすぐ寝た、多分すぐ寝たんですよね。結構忙しい時期で多分その時ちょうど、でもねストーリーのその悩み相談とかはなんか答えてもらったから見るとかじゃなくて、結構みんなに見てほしい、誰が誰とかじゃなくて、なんかね共感できる内容とか相談しなかったけどこの悩みあるみたいなの絶対にあると思うので、でもなんか見るのが好きっていう方も DM でね送ってくださって、なんか
もっとやってほしいとか、ちょっと見るだけでなんか悩み解決しますみたいな送ってくださる方もいて嬉しい。通学中にいつも見て、本当に通学中に あの内容見て大丈夫な人まあまあ重いやつもあるよな結構人生相談もよね。そうやな、なんかこの6月やもんな、半年、まあ働い就職活動しだした方からしたら半年とか結構悩む時期ですよね。4月とあと半年経ってからと2、3年目ぐらい。慣れないことが多いから、まあ学生さんもそうだと思いますけど、大学生とか高校生とか、なんかあんまりいないと思って、私になんか相談してくれる人いないと思ってたから、なんか嬉しかったです。素直にこんなになんか相談してくれんねやと思って。多分文章とかでこう携帯とかで考えながら書く方が多分こう口で言うより得意かなと思うので、ミオンさこれ口下手やからさ、あんまここでさ、じゃあはいお悩み相談しますって言ってもさ、多分何も答えられないけど、インスタとかちょっと考えながらこう言った方がいいかなとか、自分やったらこうやって言ってほしかったなとか、ゆっくり考えながら打てるので、あの相談って結構ググってる。全然ググってないググった方がいい、ちゃんとちゃんとコメントした、いやちゃんと返してはいるつもりなんですけど、なんか変な言葉とかないかなっていうのはちょっと思います。結構急いで打ってたりすることもあるので、なんかめっちゃもしかしたらめっちゃごじってる可能性あるっていうのだけ。あんなに答えてたら自分でもなんか確認 してなくて、あんしてはいるんですけど、ミオンの思ったことでミオンの言葉で答えたらそれでお、よかった、じゃあもうググらないでたまにちょっとだけなんか言葉の意味合ってるかなとかはググります。あとはどっちの漢字やったっけな、なんか同じ読み方でもちょっと意味違う漢字とかあるじゃないですか、ああいうのはたまにどっちかなと思ってググったりはするんですけど、そんななんかめちゃくちゃではない、1回2回ぐらいかな。
まあ、でももしかしたらね、私の回答によってめちゃくちゃ捉え方が人によって多分違うと思うので、なんかえって思われたらちょっとショックなんですけどなんかまあこういう意見もあるよっていうので見てほしい、一意見としてっていうので見てほしい。私ねあんまりね、なんか絵文字とか使わないタイプの人なんで、ちょっと勘違いされやすくて冷たく見られちゃったりとか、なんかちょっと言葉のニュアンス変わってきちゃったりするじゃないですか。なのでもしかしたら捉え方次第では、あと私の語彙力もないので、語彙がないので、私の問題っていう感じですね。でもなんか救われたとか言ってくださる方も、後でね DM とかで送ってくださることもが多くて嬉しい、よかったって思います。まだね18歳なんですけど、もうあと今年19歳なんですけど、人生経験というものはまだね18年と半年しか生きてないわけですからそんなにまあないんですけど、経験してきたことは結構多いですよって。まあ、よければまだあもう20時間経ってるか、いろんな習い事しててすごいと思う。あそうですか、でも3つしかしてない、まあお金出してもらってるのはなんですけど、でも塾とかは行かなくて陽ちゃんの知識はどっから得てるんやろ、学校ではないはず。あーどう、学校ではあんま行ってないので、学校でもなんやろ、ドラマとか本は読めなくて、なんやろな、でもなんか昔から結構なんかみんなと話が合わなくて、小学校保育園通ってた時もからなんですけど、なんかあんまりみんなと話が合わなくて、一人っ子っていうのもあったかもしれないし、結構やっぱり贅沢はさせてもらってたし、外食とかも多かったし、大人の方と一緒にいることが多かったんですよ昔から。だからそういう、例えばお母さんの仕事の方とミョンでご飯行ったりとかっていうのも多かったから、そういうのでいっぱい多分勝手に話をビーって聞いてたのかもしれない。
自分は話に参加してなかったんですけど、まあ、それは昔からなんかあのお母さん仕事のこと話してるから静かにしようっていう感じでずっと黙ってたんですけど、でも話は聞いてたし、大人の人と自分より年上の人と話してる時の方が楽しかった。なんか特にゲラゲラ笑うとかっていう話でもないし、なんならこう淡々と話すような会話とかでも大人の人と話してる方が楽しくて、みんな同級生の子とかはなんかこの芸人さんが面白いとかっていうので盛り上がってるんですけど、あんまりその話入れなくてなんかそういうのもちょっと関係してるのかなと思います。あとはいろんな人の話とかずっと YouTube とかになってくるんですけど、なんかずっと聞いてたりとか、そういうところから得た情報とかもあるのかな。あと最近、まあ、2年3年ぐらい前から映画の試写会とかの映像を見るのが好き。なんか公式の YouTube に載ってたりするじゃないですか、話の内容とか女優さんとかがこういう映画でとか話してるのが、そう舞台挨拶とかねがを見るのにハマってて、なんか女優さんとかの言葉って結構難しい言葉が多いじゃないですか。それこそなんか小説に載ってるようなちょっと難しめの単語だったりとかっていうのをなんかどういう意味かなとか調べたりとか、こう言葉でねやっぱこう喋る分には出てこないんですけどそれとか頭悪いですよね。喋る分には出てこないんですけど、なんかふと書いてる時に文字打ってる時に思い出したりとか、なんかこの言葉響いたなとか、じゃあ書こうかなとか自分なりにこうちょっとねじってみたりとかして書いたりとかしてますね。だから学校の勉強とか言われちゃうとできないんですけど昔から知らない間にこう社会に出たらみたいな勝手に勉強してたのかもしれない。勉強っていうか自分では勉強とも思ってないけど、小説はなんか読めなくて買ってはいるんですけど、何冊かはあるんですけど、やっぱ賢いやん。全然賢くはない、本当に賢くない。
全然賢くはないけど、なんかバカだからこそ伝えれることもあるかなとは5000人ありがとうございます。もう結構やっちゃってるね。学力テストとかやられたら全然ダメですよ。学校での学びは正直ほぼゼロみたいな感じですね。11時。テレビ見てると雑学は自然と身につくんじゃない？そうですね、多分そう。なんかやってるじゃないですか、クイズみたいな。クイズ番組とかは結構家族で見てたりとかしてましたね。ニュースは見ない。ニュースはね、全然ついていけないです。今は携帯とかで、なんか目に入ることもあるんですけど、自ら見ますみたいなのはしない。でも今は結構なんか LINE ニュースとかあるじゃないですか。ああいうのでなんか出てくるみたいな。感じかな。でも確かに昔からなんか作文とか書くのは得意だったかもしれない。自分は苦手やと思ってたけど、あとは耳から聞く情報は頭に入るんですけど、目から得る情報は頭に入らないとか、なんかちょっとみんなとね、ちょっと違うかった。みんなとちょっとなんか作りが違うから、だから小説とか読めなくて。
なんか全部耳なんですよね、昔から。多分頭で理解するのにちょっと時間かかっちゃう人で、読み聞かせたらいいんか、読み聞かせたらいいんか。ああそうそうそう、だから小学生の時の国語とかはみんなで物語を読みましょうっていう感じだったじゃないですか。みんなでっていうか、まあなんか一人ずつとか、あと先生が読んでくれるとか。だから内容が耳に入ったし、読みながら先生が黒板に書いてくれたりとかしてたから、そういうのはわかる、できるんですよ。テストとかで出てきても、その主人公の気持ちはどうっていうのは全部先生が声に出して書いてくれてたから、耳で聞いて覚えて、それをテスト出てきたら書くだけなんですけど、中学とかになってきたらなかなかそのみんなで読みましょうみたいな機会がなくなるじゃないですか。なんか自分で読みましょうとか、まあ黙読形式とかになってきたりとか、あとはなんかあんまりプリントとかになってきて、自分の考えを書きましょうとか、あんまりその物語の内容をつかむのに時間がかかるちゃうんですよね。目読形式にしちゃうと意味が分からなくて意味は分かるんですけど、なんか読み取れなくて時間がかかっちゃうんですけど、なんか小学生の時はノートとかあんまり書いてなかった、書いてたけどあんまり書いてなかったし、だから中学になってから自分で解きましょうみたいな形式になってきたから、先生と一緒に解きましょうじゃなくて、だからそれができなくなった。って感じですね。勉強嫌いになった一つの原因みたいな感じです。あんまりなんか伝わらないんですよね、これを言うと。例えばなんか変な人って思われるの嫌やからあんま言ってこなかったんですけどなんか掛け算とか、私の学校は多分先生が早く掛け句を覚えさせるため、生徒に覚えさせるために1の段は省いてたんですけど、2の段から2違い2、2が4、2、3がなんか 2、3が6って、なんかなんていうの、高速で各81まで、2違い2から各81まで どの秒数で言えるかっていうのをタイマーみたいな、なんかやらされてた、やらされてたっていう言い方は悪いけど、なんかそういうのがあって、算数の時間に用意スタートで一人ずつやっていくっていうのがあって、私1位だったんですよね、ずっと言うのは。でも
なんか 10×10 の100マス掛け算みたいなやつ覚えてますか？足し算とか引き算とか割り算とかもあったかな。なんかあったじゃないですか、100マスの。そうそう、それは九九は言えるんですよ、全部ノーミスで。しかもクラスで一番早く言えるのに、その100マス掛け算だけはどう頑張っても一番にもなれなくて、ずっと最下位だったんですよ。何もなんか1の段ぐらいしか書けなかったんですよね、頭では理解してるはずなのに。言えるから答えも知ってるし、掛け算ができないわけでもないのに書けないんですよ。なんかでも横の式だと書けるの、なんかよくわかんないですよ。みやもあんまよ今でもよくわかってないんですけど、こうなんかここの6とここの3でこうっていうのが多分理解が遅いんですよね。こうなる1と1だったらもうすぐじゃないですか。なんかあんまちょっとわかんないですよね、この説明。なんか反応が遅いのか、なんか目から伝わって脳で計算して次点で書くっていう作業のこの伝達が多分遅くて、だから私引き算苦手なんですけど、もう引き算とかになってきたら解けないんですよね、全く。もうびっくりするぐらい解けないんですよ。珍しいタイプの人間なんだろうなって、もうミオンは小2の時に理解した。みんなと違うなってそこで思った瞬間ですね。簡単なやつはできるんですけどね。だからなんか目で読書の時間とかもすっごい苦手だったし、苦手っていうか読めないからね。テストの時って声出したらダメじゃないですか。だからもうずっと固まってやばってなって、だから今でももう結構だから台本覚えるの苦手だったりとか、多分そういうことだと思うんですけど、文章を読むのにちょっと時間かかったりとかしますね。脳内で声出す、あ、それが多分できない人なんですよ。で声はでなんか分かってるはずなんですけど、理解はしてる、なんかなんて言うの、読めてはいるんですけど、なんか理解するのに時間がかかるみたいな。文系？いや多分理系。
でもね、こういう私がこうだから多分世界に一人のはずはないから、こういう人だからね、いると思うの、どっかに、どっかにはなんか同じ人いると思うから、なんかね、そういう人に生きてはいけるからね。だから皆さんももし近くにこうやって悩んでる人がいたらなんか共感してほしいわけじゃなくて、なんか分かってあげてほしいなっていう。私もずっと思ってるんですけど、なんか自分が普通と思わないっていうのはずっと、これはね、もう小学2年生の時から自分の中に入れてるんですけど、なんだろうな、自分と違うから距離を置くんじゃなくて、一旦その気持ちを分かってあげては欲しいなというふうに思う。自分がそうされたかったなっていうのは思うから、仲良くしてほしいわけじゃなくて、こういう子もいるんだなとか、もうだから苦手っていう、言っちゃえば苦手なだけかもしれないんですけど、まだ20歳になってなかった、うん、まだ18です、あ、今年19なので、まあ言っちゃえばあと1年後20歳みたいな感じなんですけど、結構私視覚より嗅覚とか聴覚とかの方が覚えやすい人ですね。匂いとか、この公園の匂いとか、この人の家の匂いとか、まあ誰々の匂いとか、そういうので覚えちゃう人。もう11時だしね。握手会もそんな感じで覚えてたの。そうです、声とその人の匂いととかで覚えてました。香水とかにはうるさい、うるさくはないです。そのなんか、この匂い無理みたいなのは言わないけど言わないけど、私鼻いいので、人より多分鼻がいいので、なんか結構ね、まあこれは好き嫌い、この匂いは好きとかこの匂いは嫌いみたいな問題でもあるから、厳しくはないですよ、本当に何も言わないです。私はね、でも香水わざわざ買ってつけてる方は清潔感あるなって思いますよ。でも柔軟剤の匂いとか優しい匂いの方が好きです。
でもなんか私のお母さんも反応いいんですけど、私のお父さんは普通普通な、別に悪くも良くもないんですけど、なんかよく言われるのがガスとかあかん匂いとかあるじゃないですか。あんまり嗅いだらいけない匂いとかすぐ感じ取って、なんかすぐ死にそうって言われる。でもどうなんやろ、それはね、ちょっとね、ミオンとママ VS パパで勝負してる。そんなことはないってむしろ早く逃げれるって言って無臭の人とかいる？え、いないと思う。ミオンが今まで出会った中どっかからは匂いする。結構でも匂いフェチなんで、シャンプーの匂いとか、まあ、柔軟剤の匂いとか、その人の元々のなんかお家の匂いとかもあるじゃないですか。そういうの絶対あるはずやから、最近は私ね、耳もねいいから、なんか結構自然の音とかシャットダウンしたい人なんですけど自然の音はいけ、なんかなんて言うやろ、結構うるさめの音とか苦手で、なんかうんっていいってなっちゃうんですけど、最近はもう頑張って慣れさせてます。いつもちょっとだけイヤホンつけて歩いてたんですけど何も聞かずに、最近はもう外して歩いて慣れさせて、時計の音、あれですよね、秒針の音、秒針の音も結構苦手で、昔、今ここ部屋で配信してるんですけど、自分の部屋で配信してるんですけど、自分の部屋の時計がチッチッチッってなるタイプの時計で、寝れないし、時間割とかの紙とかも部屋にあったから、教科書とか入れ替えてる時にもううるさすぎて無理って言って時計外したんですよ。そしたら部屋に時計がなくなって、今は今はあるんですけどね、このこういう時計、最近、まあ言うて最近買った、部屋に時計が追加されました。
の音もうるさいんじゃない？そう、うるさい。でもさ、なんか熱中症とかなったら嫌やん。耐えるしかないよね。もう修行やと思ってる。あと車とかブーンって通ったりした時に、ほんまに部屋が無音やったら、無音な、無音って妙ないねんけど、な、何かしらの音は聞こえてんねんけど、なんか急に大きい音鳴ったらさ、ビクってなっちゃうから、クーラーの音で結構助けられてるね。モスキート音とか結構苦手。曲中にもさ、たまにあるじゃないですか、ピーって音ある曲とかもあって、あんまみんな気にしてないかもしれんけど、結構キーってなってる。30分か。そろそろランキング読もう。よいしょ。ランキング読みますね。13位から変わっちゃうかな。変わっちゃったら、変わっちゃったらまた13位から読みますね。13位、伊賀の藤丸さん。あ、変わっちゃった、いいや。13位、ホリッチさん、ありがとうございます。12位、高文さん、ありがとうございます。11位、ジャクスンピーポーさん、ありがとうございます。10位、ナワテアトナミノリタイさん、ありがとうございます。9位、鳥愛寺さん、ありがとうございます。8位、谷谷さん、ありがとうございます。7位、ゆきおさん、ありがとうございます。6位、まさくんさん、ありがとうございます。5位、かるちゃんさん、ありがとうございます。4位、しゅんはぴさん、ありがとうございます。3位、本まささん、ありがとうございます。2位、べいさん、ありがとうございます。1位、やまおじさんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。結構長い時間やっちゃったね。皆さん見てくださってありがとうございました。ありがとうございます。ショールームかインスタライブか、あとはあのインスタの質問コーナーみたいなやつは、どれかは毎日やろうかなって。公演の時はちょっともしかしたらできないかもしれないですけど、どれかはやろうかなと思ってるので、いっぱい SNS チェックお願いします。そして投票もお願いします。いっぱい通知オンにしといてくださいね。ショールームもインスタもツイッターも。いっぱい拡散してくださると、そして一緒に頑張ってくださると嬉しいです。じゃあ私はお風呂に入って寝たいと思います。皆さんもまだ
まだの方いるのかな。ずっと見てたらね、まだの方多いかな。じゃあもう11時半ですがおやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。